皆さんこんにちは、サティバ先生です。突然ですが、皆さんはタイマオイルを知っていますか？タイマオイル？聞いたことがないな。 CBD オイルは知っているけど、タイマオイルとは別物なの？タイマオイルはタイマ草から抽出された成分を含むオイルの総称で、タイマオイルという名前の製品があるわけではありません。基本的に THC オイルや CBD オイルをタイマオイルと呼ぶことが多いです。他にもTHC と CBD の混合オイルやヘンプオイル、カンナビスオイルなどがありますが、今回は CBD オイルと THC オイルについて詳しく解説していきます。 CBD、カンナビジオールは医療や健康増進に利用されており、 THC のような抗精神作用もないので、誰でも気軽に利用することができます。抗不安作用があるので、うつ病やストレスを抱えた時に使用すると不安が少なくなってリラックス効果を得ることができます。さらに CBD は睡眠の質を上げる効果もあります。 CBD はレム睡眠と呼ばれる浅い睡眠をブロックする効果があるので、摂取するとレム睡眠が短くなって、ノンレム睡眠と呼ばれる深い睡眠が長くなるので、より疲れが取れやすくなるのです。 CBD オイルはどんなところで買うことができるの？僕も今度使ってみたいな。 CBD オイルは通販などで売っているので、ぜひ試してみてください。 CBD オイルのことは分かったけど、 THC オイルってどういう効果があるのかな？それでは THC オイルについても解説していきましょう。 THC、 テトラヒドロカンナビノールは精神作用があるので、その部分に注目されがちですが、実は THC にも様々な効果があります。その例として、痛みの緩和、吐き気や痙攣の抑制、食欲の増進、記憶形成や情報処理の改善などがあります。病気によって治療効果を高めるには THC が必要という声もあります。 THC オイルにもいろんな効果があるんだね。 THC って日本では使えないって聞いたことがあるけど、本当なの？現在の日本で THC を使用することは大麻取締法によって厳しく規制されています。精神作用性が高い分、 CBD と比べると安全性に懸念があるため、日本を含めて規制している国はまだ多いです。ですが THC の過剰な摂取による死亡報告はないので、この点はアルコールやニコチンよりも安全性が高いと言われています。同じ大麻から抽出した THC と CBD でこんなに違いがあるなんて思わなかったよ。大麻オイルのこともっと知りたい。大麻オイルはどうやって作っているの？それではここからはタイマオイルがどのようにして作られているのか、ステップごとに見ていきましょう。ステップ1、栽培。タイマ草を生育するために適した土壌を準備して、抽出する成分を多く含むタイマ草を選んで栽培していきます。栽培方法は種子から栽培する方法と、温室で育てたタイマ草から株を分けて植え付けする方法があります。株を分けて植え付けする方法の方がタイマに含まれる成分量を調節しやすいため、タイマオイルに使用するためにはこちらの方法を採用することが多いようです。ステップ2、収穫。オイルに加工するためには大量のタイマ草が必要になるので、大規模に栽培することが多いようです。そのため収穫する際はコンバインなどの農業機械を用いて一気に収穫します。ステップ3、乾燥。収穫したタイマ草はすぐに利用することはできません。一旦納屋に運び込み、空気乾燥をさせる必要があります。乾燥させる際には細菌やカビに注意しつつ、換気をしながら乾燥させていきます。ステップ4、加工。十分に大麻草が乾燥したら、抽出しやすいように大麻草をすりつぶします。そしてアルコール抽出や脱量処理を行い、大麻草に含まれる不純物を取り除いていきます。ステップ5、精製。不純物を取り除いた後はオイルを抽出します。アルコールや有機溶媒を用いた溶媒抽出、もしくは二酸化炭素や圧力を用いた非溶媒抽出のどちらかで抽出を行います。抽出されたオイルは成分量などを分析し、成分がどれだけ含まれているかを正確に調べます。ステップ6、ブレンド。オイルとして利用しやすいように、ヘンプシードオイルやオリーブオイル、MCT オイルなどのキャリアオイルと抽出オイルをブレンド、そして加工したオイルは瓶詰めして包装されます。これでタイマオイルの完成です。こんなにたくさんの手間がかけられてタイマオイルは出来上がるんだね。ネットで買えるみたいだから、僕も今度使ってみるよ。
日本では THC オイルを使うことはできませんが、CBD オイルは使用可能です。CBD オイルを摂取するだけで様々なメリットがあるので、興味のある方はぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。